い、どうもブーちゃんなりのブーちゃんです。よろしくお願いします。今ちょっとね SNS とかで炎上を起こしている人物がいまして、今回ねその人物についてちょっと取り上げてみたいと思います。で、彼の名前はね奥野隆という方でして、ごぼうの党の党首である方です。最近ね SNS を中心にちょくちょくね名前が出てきている人物なんですが、知らない人も多いと思うんで、彼がどういった人物なのか、また今回なんで炎上してるのかっていう、そういう話に触れていきたいと思います。話はね25日今月のライジンっていうね総合格闘技団体の試合がね行われまして、そこでね前から話題となっていました朝倉未来選手とフロイド・メイウェザーさんの試合が行われたわけですよ。でこれ試合前からね結構どっちが勝つのかとか、どんな試合になるのかとか、ネット中心にね話題になっていたんですが、この試合の前に両者へ花束贈呈が行われたわけです。これプロレスとかでもよくありますよね、ボクシングとかでも。でそこでこの奥野さんがメイウェザーさんへの贈呈役として登場しました。リングに上がってきました。でそこまでは良かったんですが、彼に花束を渡さずに彼の目の前でその花束をリングの床に投げつけたんですよ。そういう行為を行ったわけ。これその瞬間ね、私のチャンネルのショート動画の方でだいたいその一部始終を上げてるんで、詳しくはねそちらを見ていただければわかるんですが、これがね後々日本の恥だとか謝罪しろとか批判がね殺到して、今現在も炎上してるわけですよ。このような行為をされた当のメイウェザーさんは両手でねその花束を拾い、何事もなかったような大人の対応をしてみてたわけです。で日本の恥と言われている奥野氏に対して、メイウェザーさんは大人の対応、紳士的、さすが元チャンピオンなど称賛の嵐だったわけですよ。雲泥の座だったわけです。で今回の炎上騒ぎを起こした奥野氏ですが、一体どのような人物なのか、元ボクシングの世界チャンピオンであるメイウェザーさんに対してこのような愚行とも呼べるような行為をした意図は一体何だったのか、これからねいろいろ解説していきます。まず奥野隆さんっていう人は実はね会社をね10社とか経営している方でありまして、資産がね数百億とか数千億なんて言われている方です。でごぼうの党の代表でもあります。彼はね社長業だけでは飽き足らずね政界に参入することを目指しているわけですよ。で社長業だけならそんなに話題にならないんですが、彼はね YouTuber のヒカルさんとか例えばね彼の動画の企画でヒカルさんがホストとして働くものがあったんですが、その時ねこの奥野さんがヒカルさんに対して3200万を使って話題になりますよ。でここあたりからねネットでちらほらね奥野さんっていうの誰って、人誰なのみたいな感じで話題になっていくわけですよ。で彼が事業を始めたのは27歳かららしくて、まあ、のど飴とかスキンクリームとかバスソルトなど販売する会社などを手掛けてます。でその他にもね住宅関連とか美容関係の事業とかも行ってまして、経営者として実にね手広く事業をね展開してるわけ、銀座にねあとね会員制のバーも経営してまして、まあ、ここには芸能人だけでなく政界の人々とかあとね各国のお偉い様が来ているんだとか、まあねこれ典型的なね金持ちですよ。本当に誰もが羨むようなね。その他にも YouTube のプロデュース業なども行ってまして、ある大物アイドルの YouTube にも1000万かけて、まあ、手掛けていたなんて話もありますが、まあそんな彼ね、いろいろトラブルの話とかもありまして、それはね、後で触れるとして、2020年の6月頃にごぼうの党の存在が世の中に明らかになります。はじめはね、この党の党首って誰だか分からなかったから、でましてごぼうの党って何っていう感じで、
何なのこれ、うさんくさいなんて言われてまして、でその代表が奥野さんだと後々、公になったわけです。しかもね、ヒカルさんとかラファエルさんとか有名 YouTuber がリスペクトしてまして、あの DJ 社長とかで、さらにはね、俳優の山田孝之さんとか、ロンブーの淳さんとか、ワンオクの高さんとか、ガクトさんなどのね、名前まで出てきたもんだから、一気にね、SNS 上で彼に注目が集まるようになります。で、彼は TikTok とか YouTube の動画上げたりしてて、まあ、饒舌に喋るわけですよ。頭の回転もいいんでしょうね、本当に。そして日本文化をこよなく愛して、で、反ワクチン、反マスク主義であることも堂々とアピールしていたんで、まあ、異質な存在として、ますます注目されることになっていったわけですよ。そしてね、まるでこれまでの行動は、政界に出るための、まあ、アピールっていうか、なんだろう、パフォーマンスとでも言うかのように、まあ、芸能界や政界の人物などとつながりを持って満を持してごぼうの党の党首として政界に乗り込んできたわけですが、まあ、選挙では落選します。なので議員バッジはない方です。だから政治家っていうよりは活動家といった方が正しいんでしょうかね。最近とにかくね、 TikTok や YouTube などで彼の姿をよく目にします。頭がいいだけあって口も達者ですし、なるほどと思えるようなコメントもたくさんしてますが、なぜかね、黒い噂やトラブルの話も絶えません。で、ここからは彼に関する噂などについて、まあいくつか話していきます。まず彼はね、反ワクチン派なんですが、コロナワクチンを接種するだけでゾンビ化すると、これをね、LINE で投稿してます。で、コロナワクチンを打つと自身の免疫力がなくなるわけだけではなくて、生物兵器となって人に迷惑をかけるなどと言ってました。で、そしてね、銀座にある自身のバーの従業員にもコロナワクチンを打つことを、まあ、禁止していたわけですよ。で、ワクチンを打ったお客様の入店もお断りしていたんですね。これってね、何が根拠で言ってるんでしょうかね。その確固たる根拠が示されないまま LINE で拡散してました。でも現在この LINE は削除されてます。なぜ削除したのかね。あくまでも自分の発言が正しいなら消す必要ないわけじゃないですか。消したっていうことは自身の発言に信憑性はないって言ってるに等しいですよね。それと実際には民衆には支持されず批判コメントが多かったんでしょう、多分。このあたりからね、まあこの辺がね、彼の、まあ、考え方にはちょっと一般人とはズレがあるんじゃないかって思うところ、実はね、この芸能界でコロナ感染が流行ったのも彼の店が原因なんじゃないかなんて言われてます。信憑性はね、定かではないですよね。で、彼が党首を務めるごぼうの党も非常に怪しいとかうさんくさいなんて言われてるんですよ。その理由としては、まずね、話題だけが先行していて具体的な政治に関する政策とか中身が全く見えてこないんです。にもかかわらずやたらと芸能人がごぼうの党をリスペクトしている。まあこれ何かもらってんじゃないとか、彼の影響力やお金に芸能人が群がってるだけなんじゃないとかって思われてもおかしくないですよね。で、どんな党かもよくわからないのに、なんで芸能人が応援するんだってことですよ。政治とみんなとの架け橋になりたいとか、政治を丸裸にするなんて言ってますが、そのために具体的にどんなことをしていくかなどが全く語られていないんですよ。で、耳当たりのいい幻想だけを述べていて、それに対する方針などが全くないわけです。そしてね、ごぼうの党、彼以外の党員っていうのが何人かいるんですけれども、顔が全く明かされてないんですよ。名前だけ。顔がわからない人なんてうさんくさくて、誰も応援したくないですよね。選挙に出るような。アイドルのプロデュースに関しても1000万円かけたらしいですが、そちらも結局ね、うまくいかずになんか揉めたみたいですよね。それで今回のまあ行為に関しては、奥野さんは前からね、あれなんですよ、彼そのものがそもそもアメリカ人以来、アメリカ人以来なんですよ。もう
彼の発言の随所にそのアメリカに対する批判っていうのが出てくるのね。でいつまでアメリカの言いなりになってるんだって、これは昔戦後アメリカが定めたものであってこれ変えるべきなんじゃないかとか、もう随所にアメリカを非難することが出てくるわけでね。だからね、メイウェザーに対しては良い感情を持っていなかったみたいなんですよ、もともとね。であとね、何でもね、2018年の、格闘家の天心さんとメイウェザーさんの試合に関して、これに関してもね、いろいろね、メイウェザーの方から注文が出てたりとか、あと試合前に体重計に乗らなかったりとか、体重が明らかにオーバーしていたであろうメイウェザーさんに対して運営側は何も言えなかったとか、そしてね、ごぼうの塔の宣伝をしてやるから1000万円払えなど金のばかり話ばかりメイウェザーがしてきたとか、なんだろう、メイウェザーはスポーツ選手としてっていう、そのメイウェザーに対しても不信感を抱いていたみたいなんですよ。で彼が不信感を抱く気持ちも分からなくはないですが、あくまでもそれはね、個人的なこと、まず天心さんの件と今回の件は全く関係ないわけですよね。で奥野さんは別にその時の主催者でも何でもないわけでして、個人的に怒りや恨みをぶつける理由にはならないわけですよ。でそもそもメイウェザーさんからいろいろなね、要望があっただろうけれども、それを受け入れたのは主催者であり対戦相手であるんで、受けた以上は後からそれに異に唱えても仕方ないし、そんな納得いかなかったら試合受けなければいい話だし、受けた側としてはメイウェザーとやっぱり戦いたいって、それだけの価値が彼にはあったわけなんですよ。でメイウェザーが気に入らないなら、そもそも花束贈呈なんてなんで引き受けたんだよっていうことですよ。で結局さ、これ花から床に花を叩きつけてやるつもりだったっていうことですよね。テレビで放送されている場で個人的な恨みとかをぶつけたわけですよ。しかもこれ世界中でもこの事件のことが放送されてて、今アメリカでもかなり話題になってます。でアメリカにとっては彼は英雄ですからね。奥野さんがした行動によって日本人がみんなアメリカ人に対してそういう感情を持ってるのかと、そういうふうに勘違いされかねないわけですよ。で彼自身の試合でもないし、彼が主催者でもないのに個人的感情をあの場につけたわけなんですよね。人間としてなんて心の狭い人だろうって私思いますね。お金があったら何やっても許されるのかと、人間としてもう完全にさ、なんだろう、ああいうのってさ、子供とかにも見せられるもんじゃないじゃないですか。もう金持ちだったらどんなことしても無礼講でそれで済むのかって話ですよ。これによってね、ごぼうの塔も一気にイメージダウンしただろうし、彼に関わっていた芸能人もあらぬ風評被害を受けることになったはずです。で、メイウェザーが金金ってうるさかったなどと言ってますが、そんなの言い訳にならないですよね。メイウェザーさんもボランティアでやってるわけじゃないんですよ。自身を売り込まないといけないし、彼はビジネスとしてなるべくいい条件で自分を売り込みたいわけ。それを主催者側は受け入れたんだから、奥野さんがどうこう言うことじゃないわけですよ。何より彼に日本のイメージ全体を悪くする権利ないわけですよね。自分が高いところから人を見下してるから、まるで自分が日本の代表にでもなった気でいるんでしょうか。そうでないにしても、そのように見えてしまうような愚行ですよ。これはこの辺もね、ちょっと一般とは感覚がずれてるところだと私思います。認識がね、ちょっとずれてる。正直言って私には単なる目立ちたがりや出たがりにしか見えないんですよ。そもそもヒカルさんの YouTube の件だって金に物を言わせて話題になったわけ で選挙に関しても何をしたいのか党の方針が全くわからない、党員はみんな顔を隠している、結局面が割れてるのは自分だけで、自分だけが目立ちたいだけでしょって。今回の件に関してもなんだかんだ後付けの言い訳してますが、結局のところ注目を浴びたい、ただそれだけなんじゃないでしょうかね。
結果としては思ったより賛同者が少なくて批判だらけ。選挙戦と同じですよ。今回のあなたのプレゼンターもこれね、420万円でこの権利を彼買ってるわけ。結局は金に物を言わせてこの権利買ってのあれですよ。ほんとくだらないなって思いました。相手をね、迎え入れる気がないなら花束贈呈なんて権利買うなよって話ですよ。今回の件でね、朝倉サイドとしては、まあ弟さんがね、ツイッター等を通してあの行動はやめてほしかったって言ってますよね。当然ね、実はみくるさんは、朝倉みくるさんはごぼうの党のスポーツアドバイザーやってるんですよ。だからこうごぼうの党の顧問みたいになってるわけなので、今回の行動は少なからず朝倉サイドにも飛び火はしてるでしょ。試合に負けた上にこのような失態まで背負わされる羽目になったわけです。せっかくね、日本の格闘技の歴史に残るような一戦が彼によって怪我されたわけ。非常に残念ですよね。彼はたくさんの会社をね、経営してて、一般から見ると成功者かもしれません。ただ人格者とは程遠いように見受けられますね。勢いのある人って、勢いのあるうちはいいんですよ。何やっても周りが許してしまうところがある。ただ一旦勢いが止まると、一気に過去にわたっていろいろほじくり返されて転落していきますからね。彼の会社に関しても最近はネット上でいろんなことが言われてます。美容や健康に関する商品を出していて、一見ね、評価は高いように見られていますが、商品を購入した人のあの口コミ欄とかあるじゃないですか。それ見るとね、かなり低評価の感想を書かれているのも多いらしいです。彼の事業に関してはね、これ以上触れるつもりはないですが、今回の花束を投げつけた騒動、あの映像を見るたびに、自分がやったことじゃないのに自分が恥ずかしくなりますし、いい年した大人がたくさんの社員を抱える経営者がやるような行動じゃないよねって思いますよね。あの映像を見た人のたくさんのコメントが、あれを見てメイウェザーに謝罪したくなった、ごめんなさい、結構ねそういったコメントがあった、彼に代わって謝りますとか、これが民意ですよ。奥野さん、あなた世間とかなり感覚がずれてますよ、こんなんで政治に出たってさ、民衆の支持得られるわけなんてないじゃないですか。浮世離れした生活してるから普通の人の感情がわからないんじゃないですかね。自分のやってることがどんだけ一般世間からずれてるか一度考えた方がいいんじゃないですかね。金と力があるから周りはおとなしく従ってて彼に物申さないかもしれませんが、あなた自身でメイウェザーにみんな誰も何も言えないなんて、それが気に入らないってあなた自身言ってましたけど、それって完全にねブーメラン発言ですよ、あなた自身の周りの人間もあなたのやってることに対して何も言えないような状態にされてるだけで、世間は冷ややかな目で見てますからね。今回の件、ネット上の批判コメント、あれ見て分かりませんか。あなたを支持している人ほとんどいませんよ、今回の行動に関して。あなたが嫌いなメイウェザーのようなことをあなたがしているわけです。ただ彼はスポーツで人々に夢や希望を与えてくれましたよ。で、今回の件でも紳士的な対応をしてくれましたよ。それに対してあなたはどうですかって、金の力を見せつけるだけで我々に何かを与えてくれましたか。どちらが支持されるかも言わなくても分かりますよね。で、今回の件ね、現にね、 YouTuber のヒカルさんにもその誹謗中傷の矛先は向いてるらしくて、めっちゃ迷惑してるって Twitter で言ってましたよ。確かにヒカルさんに怒りの矛先を向ける人たちはこれもう見当違い、間違ってます、でもこういう影響があるっていうことを、いい大人なら行動する前に考えるべきですよね。
奥野さんと関わってみんながこういう迷惑を被るわけですから、この先彼がきちんと大人として何らかのけじめをつけないと、迷惑を受けている人たちはどん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 彼から遠ざかっていくだろうし、今回の件は奥野さんが悪いですって多分ね、みんな手のひら返しして言うと思いますよ。あなたが嫌ってるね、ガーシーのいいターゲットにもなりかねませんよ。なんでもね、ガーシーを嫌ってるらしいです。私から見たらね、ある意味似たような人種に見えますけどね。とにかくこの一件でかなりの批判浴びてますんで、誠意ある態度を取らないと、これから TikTok だろうが YouTube だろうが動画を上げるためにかなりね、批判のコメントで埋め尽くすでしょう。強いては彼が販売している商品などの口コミコメントなどにたくさん批判が書かれるでしょう。この件でね、試合後すぐに主催者の代表がリングに上がって観客に向かって謝罪したんですが、その時のコメントに、あのような品性下劣な行動の男なんて言われてましたよ。高い金出してね、花束を渡す権利買って、で品性下劣って言われて楽しいですか？蜂の上塗りですよ。本当に恥ずかしい。見ていた我々日本人が恥ずかしい。そう思わせるような一大人、一活動家、一経営者の行動でした。